よーわしょい宝部です。うわ、宝部俺だから。よーわしょい宝部です。宝部は俺だから。どうも宝部です。宝部は俺だから。滝沢さんのチャンネルにお邪魔します。宝部です。いいのか、もうボケればボケるほど編集あなたが大変になるんだけだからね。ちょっと言って、ちょっと言って。どうも皆さんこんにちは、滝沢でございます。あいえいえ、わわしょい宝部です。どうもゲストの宝部よりさんでございます。いや、わしょい。突然でございますが、来年の1月6日土曜日に八王子マッチボックスというライブハウスで、私と宝部さんのラベジャワというユニットがライブをすることになりました。ライブをする。ラベジャワやっちゃいます。ラベジャワやっちゃいます。ラベジャワやっちゃう感じなんですか。やっちゃう感じなんですよ。ついにラベジャワがもう出てきちゃうよ、八王子みたいな感じなんですか。八王子ってかましちゃうよみたいな感じだと思います。いや、ラベジャワです。どうもよろしくお願いします。そんな感じなんでございます。突然のライブ告知になってしまいましたが、何せライブ自体が突然決まったのでね、告知も突然やってしまったんですけれども、1月6日最初の土曜日か、八王子、行けるかもしれないって方結構いらっしゃるかと思います。ぜひラベジャワのライブ見に来てくださいませ。よろしくお願いします。というお知らせの動画でございました。チケットは12月の17日日曜日の午前10時からの E プラスの取り扱い開始でございます。チケット整理番号順で入場ができるので、前の方のいい席で見たい方は早めのお申し込みをお願いいたします。ということでございます。何事よろしくお願いします。詳しい話は下の概要欄の方にねブログを貼っておきますので、そこからペッと飛んでいただいて、ペッとチェックしていただいていると読んでいただくといい感じになりますので、あとはその辺はぜひチェックをよろしくお願いします。ということでございます。何か言いたいことは、楽しもう、エンジョイエンジョイ。こんな感じでございます。1月6日よろしくお願いします。八王子マッチボックスで待ってるぜ。じゃあね、お待ちしてます。イエイイエイイエイ。わっしょい、宝部です。12時だ、今深夜の12時だ。いいテンションです。酔っ払ってます。よっしょい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そんな感じです。